な頑張り屋さんなんですよね。一生懸命生きてない人はいないと思っていて、うん、私の見解では。はいはい、まあ、この頑張り方が身を守る頑張り方なんですよね。でも多分無意識です。なんかこう幼少期の何かが、ね、原因だったりはするんだけども、例えばもう傷つきたくないからこういう接し方をしよう、怒られたくないから上司にはこうやって接しよう、批判されないようにするにはこうやって発信しようみたいな、こういう意味ね。心を守る、身を守るってね。そうそう、ただそれで幸せならいいんだけど、こうそもそもの自分と乖離してる、離れてきてしまうとね、心と。そうするとこう守って安心するはずなのに、嫌われない安心は手に入るんだけど、自分らしく生きる安心は手に入らないんですよね。っていうところで、そこの離れてるのにこう気づかないのが多くの方なので、そこをこう道しるべを差し出しながらサポートしてるような感じですか。そういう一生懸命生きてるんだけど何かズレが起きてしまってる、でもそれに気づけないまま不安なまんま、あの手この手勉強したりさって頑張り続けちゃうっていう頑張り屋さんですね。もう年代問わず日本の女性は弱さを出したら負ける気、まあ、弱さどころか本音出したら負ける気がするって声もよく聞きますし、うんうんうん、良くないこととして認識されちゃう、うん、自分の価値が下がる気がしちゃうんだよね。そう、自分の弱さを引き受けられるっていうのは強さでしかないので、受け止めてあげ、正しく受け止めて、拗ねてどうせこうだよじゃなくてね、うんうん、正しく受け止めてあげるった時に受け止めるだけの強さの器ができるので、ってことはさ、まあ、自己否定も外れるわけですよね、受け止めたみたいに、うんうん、そうすると今度目の前の大好きな彼とかさ、もしくはお客様とか部下とかが似たような弱さを見せた時に、それを受け止められるだけの器ができてるんですよね。自分を受け入れた分だけ人を受け入れる器が大きくなってるから、そうするとどうやっても進展しないなっていう大好きな彼とのことも進みやすくなる。多分日本は特にパートナーシップは女性がちょっと先にリーダーシップを取った方が、男女のパートナーシップでも仕事先のお客様でも全部、子供でもそうですよ、全部一緒なんですけど、うん、まあ、分かりやすいからパートナーシップだとすると、彼が安心して弱さをさらけ出せるぐらいの女性であるかみたいな。通行人にブスって言われて、クラスの男子にもそうやって言われたり、デブ、ブスって通行人から言われることみんなないでしょ。なんかやっぱ雑な一言でもさ、ずっと20年以上だよね、25年とか、うん、とかずっと、やっぱ女の子はさ、もう30年ぐらい経ったか、30年だね、ずっと持ってしまうよね。そういう私なんだって思っちゃうよね。でも、そうだ、正直メンタルで整形はできると思っています、うん、顔ってすごい女性としてのコンプレックスのなんか一番象徴的なところ、まあ、顔とかあと性とかね、そこら辺ってすごくなんかコアなところになってくると思うんです。だからみんな、じゃあ私メイクしないでそのままで、で強がってみたり、逆にメイクスクールあちこち行ってみたりっていうことだと思うんですよ。で、正直メイクに関しては自分が気に入るメイクができていれば、それで顔が好きって思えれば私は何でも良いと思うタイプです。メイク全部落とした時に残るものでしょ、それはもうマインドからなんでね、心からしか、逆に言うと誰のメソッドも使っても輝くのはすっぴんの時の自分の心の現れだと思ってます。でそれが一番初めに戻るんですけど、自分のもうコンプレックスだとかさ、もうなんか墓場まで持ってきたような恥ずかしいこととかあるじゃないですか。なんかまあ持ってると持ってっていいんだけど、心の傷かな、傷を傷のままにしない状態にしてあげると、女性は20代だろうが60代だろうがめちゃくちゃ綺麗になります。私はこうって言えるのって、自分が譲れない価値観を知ってるかどうかだと思います。うん、それがイコールこれを大事にしてれば私誇れるっていうところだと思うんですよ。どんだけ失敗してもね、どんだけ恥かいてもね、私だったら本当に自分の心を殺さないって今日何回か言ってるんですけど、理由ずいっぱい殺しちゃったんですよね。だから精神病院に行ったし、30過ぎてプロになってもバランス崩したりさ、
いっぱいやったから、いっぱい失敗して、誰よりも失敗したから言える言葉がある。だから、殺さなくても大丈夫だよって。生きるために殺さなくて大丈夫だよって言えるんですよね。うん。だからそのお手伝いがね、していけたらいい。その殺すっていうのはちょっとした我慢の積み重ねだったりするんですよ。で、難しいことじゃなくて、もう嫌だっていう中に、その一番大事にしたい価値観が隠れてるかもしれない。そう、セッションとかだとね、そういうのをこう、ぐっと引き出していくから、どんだけ失敗しても私もうこれは大丈夫だなって歩いていけるようになるんですけど、でも皆さんね、個人でもできる方は全然できると思います。その、もう嫌だなって私なんかダメだな、何々って思う。なんでそんなに思っちゃうんだろうねって、何を大事にできてないからそう思っちゃうんだろうねっていう質問をね、ちょっと投げかけてあげると、もしかしたら生涯大事にしたい価値観が出てくるかもしれませんね、と思います。ということで、次回もぜひよろしくお願いします。ヨコちゃん、今日はありがとうございました。ご覧の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さよなら。今ドイツのデュッセルドルフに住んでおります。今8年目ですね、プリンセスライフアカデミーという、もう40代からもっとパートナーに溺愛されるそういったパートナーシップに特化したアカデミーと、あとは3ヶ月でオンリーワンのポジショニングを作って、誰とも競わずゆるっとエレガントに稼ぐプリンセス企業塾というのを主催しております。何かこう場所、よく言われている人生を変えるには環境を変えるか付き合う人を変えるかっていう、この2つがものすごく人生を変えられる2つのポイントっていうことが、面接の時にあなたは髪の毛を黒く染められますかって聞かれて、いや染めますって言って、女性は絶対に手に職だって思ってきたので、何か自分だけでも本当一人でも生きていけるものをずっと探して生きてきたので、これだっていう転職に出会えて本当に良かったなっていうのが、その頃35歳、6歳くらいの、まずね、ドイツ人の女性ってものすごい強いんです。で、絶対に社交辞令がないんですね。だからよく日本人って、あ、また遊びに来てねとか、また会おうねって言ってもそのままそれっきりっていうことあるじゃないですか。でもドイツ人って絶対にないんですよ。また会おうねって言ったり、うちに遊びに来てねって言ってくれたら、それはもう本当 100% そのまま受け取ってよくて、私の性格にはもうぴったりなんですね。私はその日本女性を元気にするっていう意味では、やっぱり自己肯定感を上げるっていうことなんですよね。私にもできる、私だって大丈夫っていうね、私はダメだとか私にはできないではなくって、私にもできるっていうところから、私は愛されていいんだとか、私は稼いでいいんだっていうことを自分に許すっていうことがすごく大事だと思ってる。なので豊かになっていいとか愛されていいとか、本当わがままでいいし、ゆるっとゆるゆるでもいいっていう、私は全く完璧じゃないので、本当にいつも夫に甘えてばっかりで、そのままでいいんだっていうことなんですよね。男性は女性を喜ばせるためにいてくれるんですよ。絶対にこのままでは終わらせないと思ったんですよ。そういったやっぱり失敗とかうまくいかなかったことをこうバネにできるかどうか、何クソって思ってもっとより良くしていこうって思えるかどうか、やっぱり悲しいこととか本当辛いことがあった時って、私の時は離婚っていうこともそうなんですけど、なんで人生、私の人生にこんなことが起こるんだろうってやっぱりすごくへこんだりしますよね。でも神様は絶対に乗り越えられない試練を与えないって思っているので、起こること、人生の起こること全て私にとって必要なことなんだって受け入れられた時に、なんか元気になれたりとか、やっぱりね、3秒前は過去っていうね、その3秒前起こったことはもう過ぎ去ったことだから、その過ぎ去ったことにしがみついていても過去はまた戻ってくるっていうことはないので、もう生ゴミだと、捨てちゃえばいいんだっていう意味で、私はいつもそう思っています。生ゴミも腐っちゃうよとか臭いよっていうことなんですね。
ドイツでね生活しながらなんですけれども、まあ、今の2度目の夫と、夫から溺愛されながら、溺愛されながらこう稼ぐっていうか、なんか自分の夢をね叶えられるような生き方ができたらいいなということで、プリンセスライフっていう名前を出ていますので、本当に自分はできる、自分は豊かになっていいっていうことを本当に自分自身で許してもらって、で一緒にそういうライフスタイルを叶えられる方々を増やしていく活動ができたらいいなと考えていますので、ぜひゆるゆるなんですけど、ゆるっとエレガント、ゆるエレ女子会というのをやってますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。今日はどうも本当にドイツからありがとうございました。またぜひぜひ参加してください。よろしくお願いします。ミレさんもぜひデュッセルドルフで待ってます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。17年間、まあ、保育のいわゆるその幼稚園の先生とか保育園とかで17年間ですね、幼稚園の先生されてたと。そこから急にですねセラピストに転身されたと、まあ、すごい勇気があったと、いると言ったと思うんですね。それでは、登場していただきますね。はい、日本美人協会代表の佐々木由美と申します。東北は山形県在住です、まあね、本当に日本美人協会と言いますとね、なんかこう皆さんいろんなイメージがあると思うんですけれども、先ほど言われたように内面そして外面両方合わせて、まあ、美人ということでこの名前を付けました。で私はですね結構その若いもう19ぐらいの時からその家族が次々とこう亡くなっていくっていう経験をして、もう本当に息もするのも苦しいようなそういう人生だったんですね。うん。なんで生まれてきたんだろうとかね。うん。なんでこんな人生になってしまったんだろうとか。その、もっと生きられた私のね、兄弟の分まで、私はもう生きる。うん。よし、私は2番生きるぞ。何か頑張れるものがないと、人ってやっぱり生きられないですよね。うん。本当に命の危機を感じて、うん、その時もちろん顔もげっそりやつれました。やっぱ女性ですし、鏡を見た時に本当にもう泣き崩れてこんな顔になってる自分っていうのは見たくない、うん、っていうのがありましたし、で、まあ、そこで、うん、リフトアップとかね、そういう言葉が魅力的に聞こえてくるんですよ、すごく。一番大事なのって結構自分のマインド、自分軸っていうか、あと、やっぱね、自分が3年後、5年後、どうなってたいかとか、本当に未来からゴールを決める、それをこう紙に書いて具現化するとか大事ですし、起業するにはマーケティングとか、それも技術の一つです。まずは自分を知ってもらうために発信する。自分を選んでもらう。理由、これがないとやっぱり選ばれるってなかなか難しいですよね。2回戦さあ言いましたから鎖骨までを1、2、3、4、5、6、耳の脇肉で1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6。でこれをですね奥歯に当てて甘噛みしてください。で30秒、右に左に回します。4回。こうこうすごい小顔になるとやっぱりその顔が小さいとそのやっぱりバランスなんですよね。何でも全部7頭身とか8頭身とかバランスがスタイルがよく見えるんですよね。美しいってすごくこう波動がすごい高くてエネルギーがすごいんですよね。私も40代なんですけど、40代になってくると特に色使いが重要になってきます。カラーメイクもそうですし、要するにこう、自分の見せ方、自分をこう美しく見せる、うん、メイクにしてもね、色使いにしても本当に自分が一番美しく見える色とか、それを知って
どんどんその自分の魅力を出していってほしいなって思うんですね。だってせっかく女性に生まれたんですから、やっぱりその女性を楽しむ、私もその介護にも疲れで、孤立をやって思いにふたってなった時は、もう本当にああ若々しくいれるんだっていうふうに思ったので、もうこれこそが私の使命である、これこそがみんなの助けになるって思って、もう遠慮なく女性を楽しんで女度を上げていただきたいなって思います。本当にね、今見てくださってる方も本当に走り続けてる女性の皆さんたちなので、起業したりとかお子さんを持ちながらでもやってる方なので、女性の本気をね見せていきたいなっていうふうに思うんですよね。限られたね時間の中で、本当に昨日より今日笑顔で大事、生まれてきた使命っていうのは必ず皆さんありますから、頑張ってまずは自分が輝くこと、そうするといろんなものが引き寄せられてくると思います。キッチンで仕事してるよ、もうここで経理して、ここでパワポ作って、で、ね、もう子供ご飯食べさせながらやってるよ、全然いいじゃない、あるものでいいじゃない、これでもできるから、できることからやろ。私が諦めたら、諦めた私を発信してしまうので、子育て中だから大変、介護中だから大変、いろいろあると思うんです、だから何を捨てるわけでもなくて、捨てなくてもできる範囲でやればいいんじゃないかな。大学出た後、学生になった後はもう世界トップランキングなんです。すごく幸福を感じてます、女性が、日本人は。でも子供を産んだ途端に幸福度が最下位に下がってるんです、ね、やっぱり割とこう生活感を出して仕事をしてると言われることもあります。でもそこ変えていかないと、3食作りながら仕事してるんですよ。台所から離れてる場合じゃないんですよ、私今。ぜひ女性をキッチンに戻して子育てしながら、それを良しとする社会を作っていかないと、もう女が仕事来るんなら生活感出すななんて言ってたら、国が滅びるぞって私思っちゃうんですよ。お母さんのスマホになりたいっていう絵本があったんですけれども、お母さんがいつもスマホばっかり見てる、本当は自分を見てほしいの。だから僕はお母さんのスマホになりたい。赤ちゃん抱えて講座受けてもいいですかって言ってくださった方がいて、もうぜひぜひウェルカムですって言って、で赤ちゃんを膝に乗っけて講座を受けてくださったんです。そして、ごめんなさい、うんちしてからちょっと取り替えに行っていいですかって言って、うんちを取り替えに行って、私その時本当に嬉しかったんです。こうやって子育てしながらでも学べる時代が来たんだな、私のビジョンっていうんですかね、私もできたから大丈夫だよ、きっとあなたもできるよ、やってごらんっていうことを私は人生を通して言いたいな。だから私も頑張ったからあなたも頑張りなさいよっていうのが割と私嫌いで、頑張る教が嫌いなので、自分がまず楽しむ、本当に死ぬ時に、日本の女に生まれてよかった、最高、楽しかった、楽しんだ、運命がレモンをくれたらそれでレモネードを作る努力をしよう、デール・カーネギーの言葉です。これは例えばコロナ来ました、はい、コロナが来たから大変じゃなくて、これチャンスって私は思うんです。なんかチャンスのはず、レモン酸っぱいけれども、この酸っぱいレモンをレモネードに変えたら美味しく飲めるようになる。じゃあコロナ来た、はい、チャンス、どう変えるっていう風に人生を変えていくと、全てがありがたいことだったんだなっていうふうに思えるんじゃないかなと思っています。コロナもチャンスだし、もう怪我しても転んでも石拾って歩けばいいんだと思う。生まれてきただけでチャンスだって思ってます。日本に生まれただけで世界の上位 2% に入ってるんです。もうチャンスだらけですよね。いろんなこと掴んで幸せになるために生まれてきたんだから、いっぱい幸せ味わって生きていきたいと思います。今日は長い時間ありがとうございました。でも何かあった時の責任誰が取るんですかみたいな、責任なんか私取りますよって言うんですけど、でもそれでももう受け入れてもらえなくて、
障害持った子供外に連れて行くと見ないふりされたりとか、女性の生き方ってね本当に人それぞれで、これサンフランシスコの、イベントに行った時にスティーブ・ジョブズとエヴァンジェリストっていうのは、まあ、つまりそのマックをこう世に広めていく、うんうんうん、まあ、一応働きをしましたっていうことでも私も称号を与えられて、はいはい、で日本で8番目だったかな、とにかくあのトミーとマスで3年半やってたんですよ。旦那様18歳竹本孝之君、あ、そうですね、NHK ですね、大河ドラマであの女対抗期っていう、そうですね、2期目の選挙の時の写真です。でこれはねテレビタックルです。で24時間介護をしてると自分がなんだろう、たった一人ぼっちで何かをやってるような気持ちになっちゃったり、やっぱり夜中にあの子供と二人きりでもって不安な思いをしてるとね、こういろんな気持ちが起こってくるので、それをなんとかみんなで助け合いたいっていう思い でそれが元になってその天使の輪っていうのができたんですけれども、はいはい、その子供を亡くした後の女性たちを支えたいっていう思いで、ここまで生きてきた証みたいなのをちゃんと残したいって思って、まだまだその障害者とか障害児っていう言葉を例えばこういうところで文字にすることさえはばかられるような時代です。いまだにその障害者って普通に書くとその害の字があの良くないとかって怒られちゃったりするんですけれども、その害の字どう変えたってあの何も変わるわけではなくて、逆にねあの本質が見えなくなっちゃうんで私はあえて変えないようにしてるんですけど、でもそういうことをこう言われるような本当にあのそういう子供は表に出しちゃいけないとか隠しておけって言われてた時代だったんです。障害持った子供外に連れて行くと見ないふりされたりとか、でさんま様ギャラもいらないっていうし、お礼もいらないっていうし、でさんまさんってすごいですね、本当すごいです、うん、すいません、なんかちょっと思い出すと私本当にねさんまさんのおかげであの番組ってできたと思ってるんです。で普通ナレーションやるときって、まあ、構成作家さんとか脚本家の人が原稿を書いてきて、で行ってチラッと見て、でそれでやるわけですよ私たちなんかみんな。だけどさんまさんは、持ち帰らせてほしい、そのビデオをあのつなげたビデオをまず見せてほしいって言って、で自分で見て、で当日来てその自分の言葉で全部やってくれたんですよ。一般の子供ですよ、一般の子供が亡くなってフジテレビが2時間の枠開けて追悼番組やってくれたんですよ。ちゃんと生まれてきた意味があったなっていうふうに今でも思ってますね。障害児を産むとやっぱり母親が一番後悔するし苦しむんですよ、うん、なんでこんな子供をとか、あと私がいけなかったんじゃないかとか、もう本当にあの苦しくて苦しくて、そのまともにこう子供を見られないとか、うん、あの自分で育てることができないっていうお母さんもいたんですけれども、でもそうじゃないんだよってあのちゃんと見たらこんなに可愛い子供だよねっていうのが分かると全然違ってくるんですよ。番組のタイトルをねユッピーの絆創膏ってしてくれた時に、うんうん、それも本当嬉しかったんです。その一番私が多分言いたかったことっていうか、伝えたかったことをちゃんとタイトルにしてくれたので、あの障害持った子供を育ててるといろんなところで壁にぶつかるんですよ。でも何かあった時の責任誰が取るんですかみたいな、責任なんか私取りますよって言うんで言うんですけど、でもそれでも受け入れてもらえなくて、でももう本当にそういう戦いをしないとあの普通にこう自分が思ってるような道を歩いていけなかったんですよ。最後のお礼を言いに行った時に言われたのが、やっぱり今の日本の法律ってね、その昔の法律をずっと引きずってるからいろんな不具合があって、普通に生きていこうとするとぶつかる壁ってたくさんあって、でその壁を壊すのはやっぱり一般の人間では難しくて、政治家を使うか自分が政治家になるしかないんだよ。そうかって、周りからあのああしてくれこうしてくれって言ってても何も変わらないんだな。私は言葉っていうのはすごく力があるっていうふうに思っていて、で言葉に出すっていうのはその出した瞬間にその言葉自体が
なんていうかな、ちゃんと力を持つっていうふうになんかずっと信じてるんですね。中学生の時に私はなんか女優に なるって言ってたらしいんです、中学生の時。はい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 。で、あと高校生の時は、これは自分で覚えてるんですけど、私は大河ドラマに出るって言ったんですよ、高校生の時。で、大河ドラマ出たんです。女性の生き方ってね、本当に人それぞれで、何を選ぶかで、それが正解とか違うとかって全くないと思ってるんですよ。で、私は、その人生って本当に一度きりしかないから、この一度の人生を、自分が満足できるように生きればそれでいいんじゃないかなって思ってるんですよね。で、これはね、もう本当に私多分ね、子供の頃から言ってたんだけど、自分が、死ぬ時に、あ、よかったってこう、ふっとこう、なんか言えるようなっていうか、思えるような、そんな人生だったらいいなって、そう、常に、多分そう思って生きてきたんですね。だから、例えば、すごく辛いことがあった時も、まあ、実際にその障害児を持って、そのあなたの子供は、一生、というか生きられないかもしれませんよっていう、すごく辛い告知をされた時に絶望的な気持ちになるじゃないですか。だけど、どんなに辛いことでも、その辛い出来事をいろんな角度から見ると、どっかにちょっとぐらいいいことがあるよなって、こういつも思ってるんですよ。どっかに希望があったりとか、あと、このことがあるから何かいいことがにつながったりとかね、必ずあるって信じてるので、いつもそれを探すようにしてるんです。なので、その今の生き方がいいとか悪いとか、その自分が目標を持ってるとか持ってないとかって、それ関係なく、自分が心地いいって思う方向に進んでいけばそれでいいんじゃないかなと思うんです。辛かったら辛くないことを探せばいいし、今がいいなと思ったら、この今がいいなの気持ちを続けていけるようなことをしていけばいいし。で、少し前まで、さっきね、ヒデさんがおっしゃってたように、まあ、男尊女卑とは言わないまでも、やっぱり、まあ、政治の世界なんかだと圧倒的に男の人が多くって、で、なかなかその女性が、例えば政治家になったとしても上の方に行けないとか、あと会社でも、まあ、未だにそうですよね。やっぱりなかなか、上の方に行けないとかっていうことありますけれども、でも能力の差って全然ないと思ってるんですね。で、能力の差はないんだから、あとは自分がやりたいかやりたくないかだけなんですよ。やりたかったら、まあまあどんなことやってでも行くエネルギーが、まあ、あるかないかで、行かなくたっていいんですよ。もちろん全然上を目指すことだけが素晴らしいわけじゃなくて、今のこの状態を保ったりとか、もっと広い視野でいろんなものを見ていくことが心地いいことだったら、そうしていけばいいし、あとは例えばそのご主人がとっても素敵な方で、その人についていくことが自分の幸せだったら、それは本当に素晴らしいことだと思うし、あと子供が可愛くて可愛くて、今もうこの子をとにかく大切に育てたいって思ってたら、そこを一生懸命やればいいし、もう本当にその、自分の心地いいこと、それをやっていけば必ず最後に、あ、よかったなって言えるんじゃないかなって私は思ってます。そう、家庭の中で例えばお母さんが元気なくなったら、その家庭って真っ暗になっちゃうじゃないですか。ね、お母さんが元気だったら、それだけで家庭の中でちょっと楽しくなりますよね。で、それと同じで、本当に地域に女性が元気だったりとか、あとまあ議員も含めてですけれども、女性が張り切って何かやってる時って、大体その街で輝いてますよ。今日はありがとうございました。みぐさんでした。ありがとうございました。皆さん本当ありがとう。一人の方を見た時に顔だけ美しければいいかというと、そうではなくって、やはり心や気持ちも楽しかったり嬉しかったりハッピーでないといけないということがありますので、その方のこう生きていきたい方向性、夢とか、そういったものに、まあ、美容というものが必要になるよね。現代は、まあ、スピードが勝負って言われているところなんですが、私たちは民族的に内面が良ければいいんだよっていうふうに長い間育ってまいりましたよね。自分の個性って何だろうとか、
自分の顔が相手にいろいろな情報を与えてしまっている、お顔の表現、まあこれメイクアップですとかヘアスタイル、ファッションなんかもそうなんですけれども、戦略的に外見を作って、これからの先の未来ですね、ここに向けてうまく活用してほしいっていうのがあるんですよ。なのでそのためには自分の顔がどういう状況なのか、プラス面、マイナス面といったところを十分理解をして、じゃあ今日はプレゼンテーションをしようということであれば、私はやる気があります。しっかりと伝えますという顔を作っていけば、もうそれですぐ周りは納得っていう感じになるんですね。で、もしお見合いしたりデートに行きたいって時には穏やかで可愛らしい顔じゃないとね、ちょっとクールな顔でお見合いちゃったら、あら、強い人来たわっていうことになっちゃいますので、上に行けば行くほど若々しくって、下に行けば行くほど大人っぽくなります。で、画面向かって右側はちょっと男性的な様子があります。そして左側に行くと女性的な様子になるというふうになっているんですけれども、その中にいろいろとキュートだとか、真ん中ぐらいにクラッシーというのがあったり、右上の方にはフレッシュやボーイッシュといったように、いろいろな印象が点在してるんですね。ちょっと、婚活しているとか、デートに行くなんていう時には、左上のキュートとか、お仕事するときはキュートはちょっとまずいですね。バリバリ、ね、本当はやらなければいけないので、例えば、右下の方にあるインテリジェント、今自分の居場所さえ分かれば、どこに行きたいかっていう、その目標が定まるって、メイクアップのいいところは、洗えば落ちるっていうところなんですよ。お洋服を着替えるのと同じ感覚で、お洋服の着替えに合わせてお顔も着替える。その方に合わせたメイクアップ、それから外見の演出っていうものを、ちょっと今までにないパターンをしていただくことによって、その方の考え方とか、ちょっと人生を変えるきっかけになると思うんですね。このちょっとの美容のちっちゃいきっかけが、その後ブワッてまた違う方向に行く気がするんです。そのちょっとのきっかけを作れたらなっていうふうに思ってるんですよね。メイクってすぐにその変化がわかるので、それはとってもいいお仕事でありがたいなと思います。ちょっと気持ちが今ナーバスになってしまったら、お顔から入ってまた気持ちをリフレッシュしていくってこともできますし、音春という大人思春期のこう合体した言葉なんですけれども、更年期世代の方たちを中心に、やはりいろいろと知恵をつけていこうよっていう会があるんですね。これ音春プロジェクトというものなんですけれども、印象を表現するっていうところでは、髪の分け目を変えてみるっていうのも一つ、どちらかの顔に本音が出る、どちらかの顔に建前が出るというふうに言われているので、こう見せたい、こう分け方によって見せたい方向を出す。ワーナービという、こう、ワーイコールビというのがワーナービと読むんですけれども、こちらインターネットから入っていただくことができます。そうすると男女問わず自分の印象をチェックするというページがありますので、例えば根元を強くして口元はなかったことにするようなメイクアップにしていくと、ワイルド感がなくなってきたりしますから、お顔のどこに強さ、そしてもうなくすかという、女性、女の人はね、愛嬌だなって思っていて、男は清潔感、まあ私は美容というツールで、その方の人生のちょっとこう変えていくきっかけを作りたいんですけど、今まで思っていた私ってこうだからとか、私じゃできないかもっていう気持ちをちょっと置いといて、もしかしたらちょっとできるかもとか、もしくはこれを使ったらなんか違うことが起きるのかもっていう気持ちがちょっとでもあったならば、今日をきっかけにぜひチャレンジをしていただきたいなというふうに思います。そのチャレンジがまたこれから何か新しい発見につながることがあるので、さっきも私が言ったちょっとのきっかけでブワッと急に花開くっていうことがあります。さっきも何度も言ってます、メイクアップは落とそうと思えば落とせるっていうところもありますので、ぜひ思い切ってちょっと一歩先に進んでいただきたいなと思います。次の日は新しい自分になるようにメイクアップをしてあげたらいいんですよ。それでは東子さんでした。皆さん大きな拍手をということではい、ありがとうございます。
人間関係のこうごたごただったりトラブルなんかが結構赤ちゃんに影響するんだっていうのをある時に知って特にやっぱり母親の精神状態がすぐに母乳に現れるっていうことを知ってうちの子だけがこんなかわいそうな目にと思ってたのが実は私の責任だったっていうことになってっていうことは自分を見直して自分を変えていかなきゃいけないっていうもう怒り狂ったりとかもう自分から笑顔もなくなったりとかっていう生活をしてましたのであもうこれはやっぱり家庭の中の光っていうかそういうものを取り戻さなきゃいけないみたいな、うんうんまあ、そのためにはもう自分自身が変わるしかない本当に自分の心を変えただけなのにこんなにも変わるのかっていう 100% 知らないです自分の本質で一つや二つじゃないんですよ強みとか才能とか本質って本当にあるんですよやればやるほど出てきますそれに気づけるかどうかで気づいたことを生かすからこそ付加価値って上がるんですよ周りとか人のせいにしてたのを自分の中に原因があるからここを取り除かない限り考え方とか捉え方とか自分の行動とかですよねそれを変えない限りいつまでたっても変わらないっていうので自分と向き合うっていうことをやってきたんですよ歯を食いしばって自分の嫌な部分と向き合ってこう人のせいにするのって簡単なんですよ本当に簡単なんだけど自分のせいっていうのをなかなか認めたくないんだけどでもこれは自分の中にも原因があってこの出来事は自分に何を学べって言ってるんだろうっていうそういう視点でこうとにかく自分と向き合うってことを延々とやっていく中であ自分ってこういう性質なんだなとか自分ってこういう価値があるなとかなんとなくこう自分を掘り下げた分だけなんと周りの人の関わってる人の心の奥まで なんとなくこう自分を掘り下げた分だけ人のことも理解できるようになってきたんですね自分の価値に気づいてそれを人のために役に立てなさいよって神様から与えられた宝物だと思ってるんですねそれを総合個性と呼ぶと思ってるんですよ、うん、だからその個性の磨き方っていうのを学校教育で習わないのでもう皆さんに知ってほしいですねもう生きている人全員に知ってほしいですね自分の価値を私がだから楽しいんですよ人の価値をこうあの手品でこうあるじゃないですかこうなんか旗がバーって出てくるみたいな出てくるこう人の引っ張り出すみたいなそういう役割なんで私もやっぱり人 に影響を与えるぐらいの人ってヒエラルキーで言ったらやっぱり外なんですよこの仲間を身の回りで探そうっていうのは所詮無理な話なんですよ少ないんで人口的に少人数しかいないのでもっと視野を広げたら絶対いますでも必ずものすごいつながりができる仲間が絶対いますそれはやっぱ親も個性の見抜き方を知らないんですよいやいやいやもっと輝かせないとダメです何しに生まれてきたのっていう感じですよそうですねやっぱり個性というのは輝かすために存在しているのでもう自分がここに存在しているっていうことはもう価値があるっていうことなのでそれは知ってほしいと思いますね価値ない人間なんて絶対ないので価値を知らないだけなのただ知らないだけ知らないってことは使いこなせてないんですよ皆さんの魂の本質をまずご自身が知ってそれ輝くことで必ず多くの人を幸せにできますのでもうみんなでそれを知り合いしながらもうみんなで輝いていきたいなって思います時としてご自分が好きだなと思う色というのがご自分の内面の一番いい部分を映し出す色ではないということがあります。そうするといつご自分の顔を見てもなんだか私はこの顔が好きになれない、あるいはどうして私はこんなに自信がなさそうなんだろう、そして挙句の果てには私は自信がない人間なんだ、私なんか何やったってダメなんだというふうに思い込んでしまうんですね。好きなものは似合うものなんです。ただ皆さんは好きというふうに選択をする時の幅が問題なんですね。私にはどうせこんな色は無理無理無理、こんなおしゃれできないね、まあ、これだったらいいかなっていうところから選び取ってきたものなので、実は本当にそれ好きなんですか、あるいは選択肢広い中から選んだものなんですかっていうと、そうじゃないので好きと似合うが違うということが起こってくるんです。デコルテラインの、ね、見え方が似合う色であるのかそうでないのかによって全く違ってきます。自分で自分の体を見た時に、はぁ、本当に年取ったなっていう感じにならないんです。服が似合うとか似合わないには4つのポイントがあるんですね。40歳過ぎたあたりからですね、もうね、イヤリングがないとすぐ普通のおばさんになっちゃいます。このように。これだけで雰囲気が変わるのが分かりますか？アラフォー以上の女性にはもうね、必須です。
足のラインが見えないからこれにすればいいだとかっていう風に選んでしまうと、結果として実際の足よりも太く体が大きく見えてしまうということがあるんですね。じゃあテレビに出たいなとか、こうちゃんと神様に聞こえるように言う、テレビに出たいぞって言ったらそうだったのかもしれないですけど、テレビに出たいっていうだけだったんで、神様一番簡単な方法を与えてくださったんじゃないかと。お子さんが小さい時って自分の生きている意味全部がその子供のためになって、なんか何のために生きてるか分かんなくなっちゃうんですよね。私の存在って全部子供のためなのかなとか、生まれてきた意味とかですね、うん、生きる意味っていうことを人生のね最後に考えるんじゃなくて、今この瞬間に考えてみていただいた時に、なんかざわっとするんだったらもうそれはできる、何でもできるっていうことなんです。どうしてもしなくてはいけないことを最優先にしてしまうんだけれども、したいことすらわからなくなってるかもしれないんですけど、したいことがわからなくなってるなーっていうことにまず気づくことがすごく大事で、皆さんの周りにお気に入りのものがいくつあるかがすごく大事だと思っています。全部の周りの環境は皆さんが食べてるものだと思っていただいたらいい。着る服もそうです。美味しくないけど、とりあえず生き延びるために口に突っ込んでる食べ物なのか、食べるたんびに安いものだけど美味しいなーって思える食べ物なのか、実は子育て中でもできるのかもしれないし、このしんどさを感じておられることがもしかしたら誰かの元気につながっていくのかもしれない。幸せになりたいってことは今が幸せじゃない、幸せが遠いところにあって、なんか行かなきゃいけないようなイメージなの、幸せってなるものじゃなくて、センサーを今この瞬間に張り巡らして幸せって思えることをキャッチできるかどうか、いい人だねっていう言葉を言われた時に安心してしまうのをちょっとやめましょうと。もしかしたら都合のいい人になってないかな、で、あなたにとってのいい人になってますかっていうことなんですね。自分が自分の良き上司になってあげてください。働かせすぎてる上司になってませんか、嫌味ばっかり言ってる上司になってませんか、ちゃんと褒めてくれてますか、ちゃんとボーナス上げてますか、ちゃんと休息与えてますか、自分だったらどんな上司がいてくれたらいいかな、今日はすごい放送良かったよね、とっても頑張ってたねっていう上司がいいのか、ね、あそこもうちょっとうまく喋れなかったのっていうか、ちょっとクッキー読みなよとかっていう上司なのかによって終わった気持ち全然違いますよね。ですね、いいお母さんになろうとするんじゃなくて、自分が自分を生きてる姿をお子さんに見せるっていうのが一番お子さんが幸せになります。ありがとうございました。今ここで変えないと多分変わらなくなるのかなっていう、なんか本当に今ある意味チャンスっていう、じっくり向き合って変えられる、何がこう使命なのかとか、自分でも気づかないことに気づいたりすると、まあ、それで自分らしく生きられる。個性を色で表現しているんですね。好きな色とこの自分色が一致してるとやっぱりうまくいってたり、私その色あんまり好きじゃないっていう方はやっぱりそこからまず自分をなんかこう変化させて、ちょっと素直にそこに従って生きてみるとうまくいったりとか、インディゴさんは結構深く深くいろいろ分析したり、本質に本質を追求するみたいな、自分色で輝く彩りある人生、本当に人と比べなくなるっていうのが本当にその人のなんかこう美しさとか、内面だったり外面だったり美しさとか生き方とかにすごく関わってくるなって思うので、やっぱりこうあなたはあなたで素敵なところいっぱいあるよとか、そのままでいいよっていうのをこう大事にしてもらって、今をまたないがしろにするんじゃなくて、今もすごく大事にし続ける。キレデザインがこう人生を自分で、まあ、デザインするっていう、内面とかあり方とか、私はそのやっぱり生き方美人っていう、生き方美人を増やしたいって、学ぶの好きな方多いと思うんですけれども、本当の学びってやっぱりこう日常で使えたりとか、結局使っていかないとただ知ってるだけって、こうあと双子っていうのもあって、まあいい意味で諦めがついたんですね。もう専念しようとか、育児をとにかく楽しむとか専念しようと思った、社会と分断されたというよりは、もうなんか社会、自分がもう社会をともう離れて、もうなんかこの自分の世界に入ってたような、いろんなこう働き方の選択肢が自分で選択肢があるっていうことを知ってもらいたいなっていうふうに今は、人の悩みがこう、まあ、3つあるみたいな話をしてるんですけども、まあ、自分がわからない、
他人がわからない、未来がわからない、あの色で表現して自分もわかるし、周りの人もこう色でわかるし、あと未来も実は運気っていうのがあって、そこでわかることで、こうやってこう自分のらしい未来をどんどんデザインできるんですね。楽しく未来を描けたら、それに向かって未来がこうやっぱりこう上に向いてたら、どんなことがあっても下がってても、こう平凡な人生だったりマイナスな未来を考えるよりは常に上にいられるので、私はやっぱり好きなことで周りの人にこう感謝されるっていうのが本当にすごい喜びだなっていうふうに、好きなことただやるっていうのだけではなくて、やっぱり好きなことでやっぱりこう、ま、結果周りの人に喜んでいただいて、なんかもうありがとうとかいただけるので、自分の存在なんかこう役に立てたなっていうのは、やっぱりこう、まあ、ギブアンドギブとか、まあ、いい循環が生まれて、本当に自分もそうだし、身近な家庭もそうだし、そこから広がるいろんな世界がみんなこう平和。余裕がなかったり、満たされてないとこう、ね、なかなかこうギブがね、できないと思うので、まずは本当に自分を満たすっていうのもすごい大事だなっていう。私の、まあ、ミッションは、自分色で輝く生き方ビジョンを増やすっていうのを掲げてるので、本当に、自分らしく輝く女性を応援していきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。かおちゃんでした。だから本当ね、クレームを言われるお客様も本当に宝の一つだと思うので、でその方といかにこう仲良くなるかとか、まあ、本音を聞き出すかっていうところですね。その対応次第ではお褒めの言葉になったりリピーターになる、まあ、実はその子供をですね、車の後ろに乗せてお客様のところに謝りに行ったこともあります、はい。自分も認めて相手も認める、まあ、自他尊重の、まあ、コミュニケーションですね。やったことがない大人って反対するじゃないですか。そんなことやめときなよってね、反対するけど、でもやってみなきゃわからないし、まあ、本当に1割ぐらいの人しか背中を押してくれなかったなっていう印象がありますけれども、2年で収入を戻すからなんとかやめさせてくれってね、頼んでやめたんですけど相手が何を求めているのかっていうところの、やっぱり想像力を働かせる力っていうのがやっぱり必要だと思うんですよね。年下だからとか、まあ、部下だからとか、子供だからっていう風に、その思うこと自体が少し間違っていて、やっぱ一人の人間としてこう対等にコミュニケーションを取らなければ、育成も何もできないと思うんですよね。はい。まあ、百花春いたって、他がためにか開くってね、前後の言葉なんですけれども、桜をはじめとして百花繚乱ってね、こう花って咲き乱れますよね。でもその花って、その美しさは誰のためでもないっていうことを言ってるんですね。ましてやその華やかさを誇ったりですね、まあ、見る人を喜ばせようっていう意識は花にはね、微塵もないんですよ。何が言いたいかっていうと、自然のままの姿、何の芝生もない、まあ、つまりこう誰のために何かをやるってことではないんです。もうその人その人に与えられたかけがえのない使命とか才能があるので、それはこう他人のためのものではなくって、咲きたいから咲くんだっていうね、こんな気持ちで花は咲いてるんだよっていう。何かね、こう、起業したりね、始めたりするときに、何かの役に立たなければ仕事にならないとかね、報酬にならないって。でもそれより前に、やっぱり自分自身がどう咲きたいかっていうところがすごくね、必要なんじゃないかなって私は思っています。もう人の目なんかね、関係ないです。この花はね、誰のために咲いてるんでもないんだよっていうことを。なんかそれってやっぱり選ばれるためにすごく一番必要なことなんじゃないかなって最近思います。子を持つ親としてはやっぱり親の姿ってたってすごく影響があると思うんですよね。ビジネスだけじゃなくて子育ても百花他がためにか開くだと思うんですよね。やっぱり子供が生まれた時の喜びとか感動っていうのをだんだんこう忘れて何かを教えようとかって思ってしまうんですよね。で、命を受けて今生きていることだけが本当にありがたいことだし、何か教えようとかね、育てようとかそういうことじゃないんですよね。いかにこう自分がね、精一杯生きるかみたいな、そういうことの方が恩返しですよね。もっと 120% でみんな生きてほしいなって、誰にもね、こう遠慮することなく、何にもね、こう我慢することなく、自分の気持ちをこう素直にね、言葉にしたり、誰かに聞いてもらったりすることって全然恥ずかしいことでもないので、嫌なこととか、こう辛いこととかね、あったらこう言葉にして、吐き出して、でさらによし明日から頑張るぞってね、こう 120% のこうね、拳を上げながら毎日ね、自信持って生きていきたいなって私は思ってます。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。